はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。KK でございます。3月の18日、独統一レートやっていきます。ということでね、そろそろその動画の分だけの試合数じゃ足りなくなってきてるんで、PGL 見たらもうなんか、1900台とかいたんで、さすがにやばいなと思ったんで、生放送とかやって、レート上げていこうかなと思ってます。ということで、これ初手2度キングぶっ刺さってね。2度キングで月光が無理なんで、月光がはベトンですねと。これベトンいいのかな？ベトンいくか、ベトン。で、ラストなんだ。これゴルバチョフ行っても、いや、行かない方がいいね。顎か弦が。いや、ペンドラーの方がぶっ刺さってる。いや、ペンドラーのがぶっ刺さってそうだな。いや、顎かな。うわ、悩むな、これ。ペンドラーでいいや、行こう。二度キング、ベトン、ペンドラ、この3匹でいきたいと思いますと。こういうパーティー戦いやすいんだけどね。どうしましょうか。月光河がちょっと面倒なパターンなんですよね。月光河の枠が、なんだろう。リザとかだったらめっちゃやりやすかったんだよね。では対戦よろしくお願いします。コウが来なければ基本的に有利対面といった感じでしょうか。頑張っていきましょう。って言ってると月光が初手からポーンと来ないんかい。まあいつもの対面ですよね。ミドキングランドロス対面。最近なんかランドロス、いろいろ型が増えてわかんなくなってんだよな。昔はちょっと、スカーフかチョッキーっつってね、わかりやすかったんですけど。最近なんかいろいろ増えてない？1個目、月光がやめて。ハッサム、ありがとう。これで、バレパンマンを売ってこなければ、なんとかなるかな。バレパンマン打ってこないでよ。放射打ちます。技のデパートをおなめなめしてますな。頼むぞ。焼いちゃえ。ハッサムなんて焼いちゃえ。さあ、これでバレパンマン打ってこないでよ。助けは残したいよ。まあ、打ってくるよな。まあ、このパターンだと。どうした？ハッサムじゃ怖いってか、オメガ進化した。さあ、どの技打ってくる？お、バレパーマン打ってこない。ありがとうございます。剣舞あたりから打ってきたとしたら。何かしら違う技を打ってきてましたね。オッケー、ハッサム突破。さあ、二度キングとかは、いろんな人がなんか実況動画で使ってるからね。ここぞとばかりに。なんか技とかバレてんのかなと思ったけど、案外バレてませんね。ボールティー、これは、二度キングぶっ刺さりのパターンですか？ランドがいるんで、ランドロスがいるんで、ここベティ交代いきます。ここ二度キングを残しておかないと、負けなので、ランドロスに負けるんで、しっかりとメザパーを打ってきてます。ドーンと。そしてここどうせランドロスに引っ込めてくるんで、そのランドロス相手に僕は叩いて持ち物をなくさせます。とりあえず。うわー、突っ込んできたか。格闘か。気合ダバジェットか。そのパターンか。ランドロスが見えなかったな。まあ、しゃあない。まあいいでしょマイレシよ、そんな気合玉 Z ごときじゃベティは落ちないよ。HD をなめるでない。そんなたかが不一致で落ちるような、うお、意外と効く。でもいい感じにむしゃむしゃできたんで大丈夫と叩きます。ダメージ通んねえな。でも叩かないと、ランドロその持ち物落としたいから、叩かないとダメなんですよね。悪巧み。あ、これはもう引かないつもりだな。引かないつもりなんで、もう次毒づき打とっか。これはもう引く気ねえわ。10万で倒せるとお思いですか？気合玉じゃ落ちない。当たらない。ワロス、ワロス。どっちにしても2段階上昇気合玉じゃ落ちないんで、OK と。で、ここだよね、問題は。ランドロスさんの持ち物がわからないんで、もうすぐキングを出すことはできないんですよね。これガンプ打てばいいのか。そうだね、ガンプとペンドラーで。それで S 下がったところを2度キングの冷凍ビームで終わりと。コウさん対戦ありがとうございました。はいはい、やっていきましょう。ということで、ガッサがいるんで、とりあえず、初手ゲンガー出します。そして、テテフがいるんで、ベトン出します。そして、リザードンか、月光画か、これペンちゃんだ。これペンちゃんだ。二度キング行こうかなと思ったんですけど、これペンちゃんだな。ということで、ゲンガ、ベトン、ペンドラ、この3匹でいきたいと思いますと。ゲンガーで、まあ、だいたいガッサ、初手ガッサを防ぎ、月光、テテフ、ガルドあたりは、ベトンで処理し、ミトムは当倍のメガホーンで吹っ飛ばそうかな、といった感じでございます。まあ、リザもね、ペンドラーでいけるんで、対戦よろしくお願いします。ちょっと辛いのが初手リザあたりかな。初手リザされると、ちょっと面倒かな、という感じですかね。そこら辺から面倒なのは。ゲンガーリザ対面でちょっとね、いろいろ難しくなっちゃうから、避けたい。ガッサ、オッケー。丸見えのすけー。さあ、やっていきましょう。なんか上手い人はガンプ打つみたいだけど、まあ、知らないよ、そんなの。ガンプ外しがあるじゃないか。ガンプ外しがあるじゃないか。そしてゲンガーを見たらすかさず眠らせたくなるっていうのが気のガッサじゃないんかい？ありがとうございます。ありがとうございます。エース。さあ、これがしたかった。あとはシャドウボポンポンを2回打ったらガッサ突破と。一手でもね、こうやって最初の一手が軽く決まっちゃうと、もうあとは、こちら無双できるって感じになっております。ガンプ当たっていくね。まあ、しゃあないしゃあない。ガンプ当てられるのはもうしゃあない。さあ、ガッサは突破と。で、こっから、相手を見て倒しに行くか、道連れで、おしゃれに決めていくか、どっちかになりますね。さあ、どちらが来るのか、何が来るのか、ここですね。さあ、ゲンガーを倒せるパッケモン。まあ、ガルドあたりじゃない？テテフ、スカーフっぽいなぁ。ここでテテフはスカーフっぽいなぁ。さすがにベティ交代しないとなぁ。さすがにここはベティ交代だよな。ここでなんか、無駄に突っ込んでスカーフでした。終わりでーす。なの嫌なんで、さすがに交代します。さすがにね、ここのテテフ出しはちょっと怖すぎるんで、さすがに怖すぎる。助けの可能性もあるんだけど、まあ、ここはちょっと安全策をやっていきますと。で、僕は、ゲンガー出します。ありがとうございます。キルガールと、ああ、これベティでいけるわ。あとこれベティでいけるやつだわ。オッケーオッケー。これベティでいけるやつだったんで、ここはもう、道連れ打ちましょうか。まあ、できるだけガルドを倒したいっていうのが本心なんですけど、まあ、影打ち打ってくるんで、ここは絶対、あ、打てないんだ。うえーい、自分のサイコフィールドで影打ち打てないやつー。そうじゃん。弦が浮いてないもん。弦が浮いてないもん。7世代で冬取られたもん。取られたもん。か、まあ、どうせ、あれだから。あれだから、このメガ弦があれだから。あれ忘れた。特性忘れた。特性影踏みだから。関係ないもん。さあ、ギルガルドを突破していきますと。さあ、最初のね、ゲンガー機能が初対面でうまくいくと、こうやってね、完全に有利な形でね、こうやってバトルを繰り広げることができるんで。最初がやっぱ感じですね、先発が。先発でどこまでうまくいくかっていうのがね、その先のバトルを左右しちゃうんで。さあ、今回は完璧な勝利ということで。ゲンガーで合差をうまく勝利できたのが勝因ですね。あとは毒好き連打と。さあ、スカーフだったらムーンホしか打てない。いやムーンホしか打たないんだ。でも裏のこと考えるとやばいなってなってると思うんですよね。まあ、どっちにしろテテフを倒しきれなくてもムーンホを打つんで、スカーフだったらペンドラにはムーンホを打たなきゃいけない、スカーフじゃなかったらペンドラが上からポン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 して終わるといった感じになります。毒好き1回じゃ倒せないですよね、実は。あ、毒になった。勝ちですね。これ残りに次のターンで落ちちゃうんで、必ず。対戦ありがとうございましたといった感じですねと。OK。完璧な勝利。ムーンフォース。呼吸して当たって落ちねえかな。まあ、そううまくいかないよね。むしゃむしゃ。うめーって。ということで、最後の毒好きが決まっていく。対戦ありがとうございました。ではまた明日。またねー。